どうぞよろしくお願いします。今日のテーマは、初心者のための嚥下障害治療、完全阻害法とはというタイトルでお話ししていきます。これ、うちの孫です。偶然ね、これ、うまい棒の山ほどもらったときに、うまい棒の海の中で阻害を取ってくれた。で、これ、ね、今にも食べそうですけども、この時はまだね、食べれる状態ではないんですが、自然とこういう姿勢になっている。これが完全阻害法の一つのスタイルですね。さて、上手に食べられないときに何が起こるのか。鶴岡にいたときに、職員と一緒に作った VTR です。このようにですね、上手に食べられないっていうのは、食べてて問題が起きるだけでなくって、寝ているときにね、咳が出たりして気がつく方たちも結構おられます。この嚥下障害、放っておくと命に関わってきます。代表的なものとしては、肺炎、誤嚥性肺炎なんて言いますね。そして窒息。この窒息もですね、結構多くって、年間5000人以上が窒息で命を失っている、食べ物を喉に詰まらせて亡くなっていると言われています。自動車事故で亡くなる方が3500人ぐらいです。不慮の事故死のナンバーワンがこの食物誤嚥による窒息死、恐ろしいんですね。また栄養障害、ちゃんと栄養が取れなくって体が弱っていって、その結果さまざまな病気に勝てなくなる、あるいは障害が出てきて亡くなる方っていうのもたくさんいる。老衰と言われる方の中にたくさんこういう栄養障害で亡くなる方もおられますし、いろんな病気で、うまく体の状態を持っていけなくなってくると、食べられない、栄養がうまく取れないということで弱っていく、そして亡くなる方もたくさんおられる。こういった命に関わる障害だということが、嚥下障害の、ね、非常に重要なポイントになります。嚥下障害になったらどうしたらいいのか。嚥下障害を治すっていうのはなかなか難しい。例えばこの障害で言えば肩麻痺ね、手足の麻痺が出た時に麻痺を治しますっていう人ってほとんどいないと思うんですね。麻痺をちょっとでも良くしていきたい、あるいは麻痺があっても生活ができるようにしたい。つまりですね、障害があるときには障害をなくしていくっていうんじゃなくて、障害があっても自分らしくいようと、そういうことを考えていく。じゃあ、嚥下障害はどうするのか。嚥下障害があっても上手にたくさん食べられる。上手にっていうのは肺の方に物を落とさないで食べる。早くに食べる。そしてたくさん自分の体を維持する、あるいは回復させるために必要な栄養をしっかりとっていくということなんですね。そういう方法に食べ方を変えていくということです。嚥下障害があるということに気がつくということは、今までの食べ物や食べ方で食べているとうまくいかないから嚥下障害なんですね。そしたらその方法を変えるということを決断するというのがとても大事。で、まあ、訓練というと、いや無理してでもね、根性で食べていけば良くなるんじゃないかっていうふうに思うかもしれない。まあ、今あんまり根性野球とか言わないからいいんだろうけど、根性で何とかしようとするっていうのもあるんですが、実はね、無理をしているとどんどん悪くなる。誤嚥してても、えいって言って食べてると、どんどん体が弱っていってしまう。
なので誤嚥をしていた時に肺の方に物が入っているのにそれを放置するっていうのは自分の命を縮める、自分のできることを減らしていくことにつながってしまうんですね。じゃあどういうふうにしたらいいのか。まずは食べる姿勢の工夫です。食べる姿勢でまず初めにやるべきなのは2つの姿勢です。一つは前かがみになって食べる。山本君、前かがみで唾飲んでみて。飲めました、はい、今度ね、上向いてちょっとのけぞって唾飲んでみて。飲みづらい飲みづらいね。うん、これね、ベッド上でギャッチアップして、まあ、ベッドを上げて枕がずれ落ちちゃったりするとこういう状態になるわけでね、それ飲めなくなっちゃうわけですね。若くてね、健康な人でも飲めなくなるわけだから、この姿勢っていうのは前かがみの方がうまくいきやすい。で、さらにそれでもうまく食べれないときに次に考えるのが横になって食べる、完全側外法。今回の一連の学習会の中で何回も出てくる方法になります。横になって食べる、まあ、横になってって言っても上向いてじゃなくて横向いて寝るんですね。それは完全側外法なんです。で、完全側外法ってどういうものなのか、また動画でお示ししますね。はい、これが即害で、次に2つ目、食べ物の工夫をどうするか。食べ物の工夫として代表的なのはこの3つ。刻む、で、まとめる、そしてすりつぶすです。これ全部ね、咀嚼の代用なんですね。刻むっていうのは前歯で噛んでるような状態。どん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 食べ物を細かく分けていく。で、まとめるっていうのは、ネバッとした唾液が出て食べ物をまとめていく。そういうイメージですね。そしてすりつぶす。これは臼歯、奥歯のところで食べ物をすりつぶしていって、繊維を柔らかくしていったり、そういった作業になります。で、これ、食べる中でも咀嚼することの代用であると同時に、咀嚼は飲み込みやすくするために咀嚼をする。なので、咀嚼の代行してあげると、飲み込みも良くなっていくんですね。噛んだ後みたいなものを作っていくっていうのが、飲み込みが悪くなった時の良さ。なのでよく煮込んだものとかもいいわけですね。で、よく嚥下食って美味しくないとか言うんだけど、かなり間違っていて、嚥下食っていうのはすごく手をかけたものですので、高級食なんだよね。こうすごく料理人が考えて手をかけてすりつぶしたり柔らかくしたりして、歯を使わなくても食べれるようにしてあげると、噛まなくて済むようなものだからね。で、そういった、素晴らしい、文化の集大成というのが嚥下食。そういったものを作っていって、じゃあさらにその中でもどのぐらいの細かさならいいのかとか、どのぐらい、まとめたらいいのかっていうのを、障害ごとに考えていくというのがこの先の学習になっていきます。次に飲み物ですね。お水でむせるってよくありますね。先ほどの VTR でも水でむせてましたけれども、むせないようにするにはどうするかというところで、代表的なところはとろみ剤を使ってとろみをつける。とろみ、一般的には片栗粉とかでね、とろみをつけたりしますが、とろみ剤というものが売られています。これを混ぜてあげるととろっとしてくる。で、
なぜ片栗粉でダメなのかっていうと、片栗粉ってでんぷんなもんだから、口の中に入れると唾液で溶けちゃうのね。溶けるとせっかくつけたとろみがなくなってさらっとしちゃって、結局むせちゃうんです。なので、飲み物にとろみをつける、とろっとさせて、安全に飲めるようにするっていう時には、とろみ剤を使っていくというのが大事になります。このとろみっていうのがどういうふうに、役に立つのか、あるいはとろみの濃さをどのぐらいにしたらいいのかっていうのもまた障害ごとに変わってきますので、今後の学習にを楽しみにしていてください。今日のまとめです。上手に食べられないときにそのまま放っておくと命に関わってきます。食べる姿勢の工夫としては前かがみが横になる。で、横になって食べることを完全速解法と言います。食べ物の工夫は刻む、まとめる、すりつぶす。飲み物の工夫はとろみ。これだけまず頭に入れておくと、いざという時にですね、あ、これやってみようというので結構当たります。で、過剰になってもいい。つまりやりすぎて、安全すぎるっていう方がむしろいい。で、そこからしっかり診察を受けると、ここまでは実は大丈夫だよっていう幅が見えてくる。まずはできることを全部やってみるっていうふうにすると回復しやすくなってくる。そうやって嚥下障害治療をまず始めてみましょう。今日は初心者のためということでお話しさせてもらいました。